エンターテイメント部門よりもう一方。忽那詩織さんです。どうぞご登壇ください。それでは忽那さんトロフィーをお取りください。それでは現在のお気持ちをお聞かせください。ありがとうございます、えー。皆さん、こんにちは。ええー、忽那詩織です。 えー、この度はこのような賞、えー、をいただきましてありがとうございますフォ、えーブスジャパンさんありがとうございますえっ、ー、と今回、えー、このようにあの様々な分野で、えー、活躍されている同世代の方と一緒にこうやってこのような賞をいただけて本当に光栄に思います、えー、私はこれからも、えー、自分のできること今までやってきたことを変わらず やって、えー、自分の出演する作品が一人でも多くの方にあの届いてくれたらいいなと思っております。えー、ありがとうございました。それちょっとクツさんにお伺いをさせていただきたいんですけど、えっとアメリカを拠点にしてから日本でのイベントは久しぶりかなと思うんですが、えっと久しぶりの日本はいかがですか？ はいそうですね今、あの実際久しぶりに日本の作品は本当に数年ぶりのその先ほどあの紹介していただいた Netflix の作品は撮影してるんですけれどもそうですねこういうイベントみたいなものはもう最後いつだったのかもちょっと記憶にないほど前なのであの、はい、あああこういう感じだったなっていう懐かしいような気持ちでいます。 えとまあ、受賞理由として今後のグローバルな活躍が期待されるというお話ですが、まあ、今後の目標であるとかハリウッド女優としてこういう作品出てみたいなみたいなそういうものっていうのはありますか そうですね、えっと、ちょうど今日、えっと、からあの偶然、アップル t v プラスで新しいインベージョンという作品が、えっと、シーズン1が配信あの先ほど数時間前されたんですけどあのその作品では今回、えっと、日本生まれ、日本育ちの日本人役を演じていてダイアログも全部日本語なんですけれどもやっぱりまだ向こうの,そのダイバーシティみたいな面ですとか あのそういうことがだいぶ変わってきてはいると思うんですけどまだそこが結構挑戦が多いことが多いかなと思うのでやっぱり私が向こうの作品に出演することによってそういうものが変わっていったりだとか日本の方が、えー、とそういうふうにもうちょっとこう外に出たりとか視野がそうやって変わっていくきっかけとなったらいいなとは思ってます。